はい、皆さんこんにちは。スローの立下と田中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますね、ちょっとね、いろいろ新作が入ってきてて、うんうん、まだちょっとご紹介がなかなかできてないものもこうたくさんある中で、はい、田中さん今回、はい、ご紹介するのはこちらですね、はい、これですね、はい、サフィランリネン。サフィランリネンさん、サフィランリネンの名前がかっこいいですよね。そうですね、サフィラン社っていうところのフランスのね、はい、フランスの名門、250年ぐらいですかね。でこのリネンを生産してきた、そうですね、まあ、リネンの糸を、ね、主に生産しているそうですよ、ね、まあ、ところなんですけれども、はい、サフィランリネンのサフィランリネンのカバンを3型ですね。本当は4型なんですけど、はいはいはい、ちょっと今1個だけなくて、あ、完売しちゃってるんですね。そうです、ショルダーがちょっとあの大きいサイズ、ちっちゃいサイズはすでに完売しておりまして、そういうことですね、早くお知らせしないと、そう、なくなる可能性も手遅れになってしまう兼ね合いがあるの で今回はじゃあこの、カバンを3つご紹介していきます。そうですね、はい、フランスのね、フランドル地方っていうところで、はい、2世紀以上にわたって、はい、ずっとこのまあ理念の生地を作ってきた、はい、まあ、糸ですね、伝統のある、はい、まあ、メーカーさんなんですけれども、理念って、うんうん、そもそもが原料となるのがね、フラックスっていうね、うんうん、このぐらいのね、結構背の高い、はい、あの理念の原料となるフラックスっていう、まあ、植物があるんですよ、はい、原材料となるそのフラックスを、そう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 、まず丁寧に育てるところから配置、ま、そうです、育てるところですね、育てるところから関わって、うん、まあ、やっぱりその200年以上やってきてるだけあって、はい、まあ、その目利き、はいはい、とあとこういう風にしたらもうちょっと例えばこう硬いものもあれば、はい、よりふわっとしたものもあればっていうちょっと使い分けができたりとか、うん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 、その理念に対してもまあやっぱスペシャリストなわけなんですよね。まずそのフラックスを剪定するところから始まり、寝かしたりする工程もあって、うん、腐食させるらしいんですよ。で繊維をあの取り出しやすくして、そこから繊維を取り出してっていうところから始まって、なるほど、でまあ糸にしていくんですけれども、なんかね、どうしてもこうフラックスの畑って、うん、やっぱその養分がすごい、ね、かかるところみたい で、うん、でその跡地は芋とかになんかこう次の生産する、うんうん、循環させてるみたいで、環境にも配慮してますし、天然素材を極力生かした、確かに、しかもヘリウムに織り上げた、織り上げてる、しかもその一等麻っていうそのより質が高いですよというふうにされてます、うんうん、まあ、丈夫でコシがあってちょっとこう弾力もあるような、よりまあエリートの中のエリートをこう選んで、リネオブリネンですね、リネオブリネン、リネの中のリネン、いや本当に出た、ほんまにそう、そのぐらいのやつをエリスグっていうやつなんで、いやすごい、このヘリンボーンにして、はい、独特なあの、まあ、凹凸もそうなんですけれども、これね、寄っていただいたりこう実物で見ないとなかなかわからない、悔しいところなんですけど、上質な微妙にこう艶があるんですよ、はいはい、これがね、やっぱりすごくね、うん、いいです、この腰と、うん、こうちょっとふわっとした、そうですよね、今回のこのシリーズ、触ってみると結構驚きが多くて、厚み結構すごいですよ、ね、いやそうなんですよ、これだからキャンバスに負けないぐらい結構厚みが あって、うん、しかも一等麻っていうところを考えるとめちゃくちゃ贅沢ですよね、これ贅沢、これはね、うん、なかなか他にない感じがね、いやない、うん、これまたウォッシャブルなんでね、本当に今の時代感に合っていて、うん、少し洗いをかけてもらうとどんどん雰囲気もこう目が引き締まってきてね、うん、きっとエイジングの方もグッグッエイジングいただけると思うので、育て替えもあると思います。ちょっと笑いこらえながら言うてるけど、はい、じゃあまずはトートバッグですね、これビッグサイズの、ビッグサイズで、で、はい、ビッグなんですけど、このリネンの動きがあることによって、なんかその容量は入った方がいいけど、見た目ちょっと大きすぎるのなんか気になるなっていう時あるじゃないですか、はいはい、でそういう時にこれすごく良くて、うん、あんまりこうパンパンにもちろんこう入れて使ってくださるのも、旅行とか、うん、あのレジャーの時は全然いいと思うんですけど、そうじゃない時って入ってなくても形がすごく綺麗な、これってそんなに今入れてないんですよ、はいはい、やっぱこういうところにこう動きが出たりとか、まあ例えばこれこういう風に内側にこう入れ込んじゃって、ちょっとこうやって持っていただくのもありかなっていう、ハンドルがやっぱ2本つくことによって手持ち、おね、あと
肩掛け。あ、これは便利。そう、で、肩掛けした時にこれいいのが、こう抱えやすいんですよ。なるほどね。なんで、こう持っちゃえるっていうと、はい、あとやっぱりこのツールバッグをモチーフに作ってるっていうところだけあって、はい、まあこういう取っ手とかね、まあ機動的に使ってもらえるみたいなところで考えてもらう、うん、もちろんね、デザインとしても素敵なんですけど、ね、デザインで残してはいるものの、うん、やっぱりまあ多少のその機能性っていうのを持たすためにちゃんとこうね、カシオイも止めてるんで、うんうん、両方には作ってますよね。中は、底板は入ってそうな感じですか。これはそうですね、底板があ、入ってますね、はい、投げ底なんですね。投げ底で外したらちょっとふわっと、はい、ああ、その感じもいいですね、うん、なんか本当に袋っぽく使いたい方はね。ああ、確かに。ここに1個と2個と2個です2個ですね。ここにスマホが入って入って、そちらは長財布はちょっと難しいかな。あ、本当ですか、うん、まあお財布、ショートウォレットとかそのぐらい、これが横に入るぐらい、あ、スマホが横に入るぐらいですね。横に入るぐらいのサイズ感ですね。まあまあ、あの Wi-Fi とか AirPods とかそういうの入れてもらうといいかな、はい、ですね。反対側に、ここにも一応このぐらいの、はい、あ、1箇所ついてる、ちょっとちっちゃめですかね、うん、1箇所、はい、まあ、じゃあ3点止めできるんで、はい、まあ、上がね結構ワイドなんですけど、うん、しっかりと、まあ、固定が3箇所できるよってことで、できます。2泊ぐらいの旅行にも結構いいんちゃうかなっていう感じなんで、トートバッグの M サイズ、ね、M サイズですね。はい、トートバッグ M サイズはやっぱりさっきのものに比べて単純に横も狭いんですけど、うん、何より特徴が薄まちです。あ、これ薄いですね。そうなんです。仕事、うん、ね、そんな結構カジュアルめにお仕事行ける方だったらパソコンも入るし、意外とねこの街の薄さは、うん、個人的には結構このサイズすごい好きですね。確かに、うん、いいな。で、先ほどとディテールはほぼ同じです。はい、うん、ハンドルがついてて、そうです、そうです、2個ついてて、はい、ここも取っ手があってっていうところで、うんうん、これあれですね、コットンテープがデザイン的にこうぐるっといってますけど、うん、さっきも同じなんですけど、これ実はあの、うん、カバンの補強っていうか ね、 あの荷重がかかった時にね、このカバン自体があんまりこうヨレヨレにならなかったりとか、かなり耐久性が高いよっていう、まあ、証でもあるんで、そうですね、うん、すごく実はいいポイントではあるんですよね。そうですね、うん、まあ、某有名なボートトートとかによく使われてるね、うん、ディティールで安心しますよね、うん、忘れちゃいけないポイントですね。忘れちゃいけない、忘れない、忘れない忘れがちですね、僕はこういうの。確かに言われてみたらそうなんだ。いや、そうだ、俺も当たり前にやっちゃってた、これ。そうですね、やっぱ何でもないようなことがね、幸せだったな。本当に本当にこの久しぶりのやつですね。本当ね。ポケットも同じく先ほどと同じで、はい、スマホを入れれるようなポケットと、はい、まあ、そうですね、反対にも1箇所、はい、ちょっとちっちゃめのポケットがついております。はい、これ A4 ですよね、うん、A4 で、まあ、パソコンも13インチは余裕で入る、余裕で、うん、サイズ感なんで、ここまでこだわった袋って逆にないんじゃない、ないですよねっていうところの提案ですよね。そう、よくよく見たときに、お、何やこれ、ヘリンボーンやった、しかもリネンかこれってなっていろいろこう、じわるわる、じわじわ、そう、じわじわね、あくまでもこう日常に溶け込むとか、いや、ほんとそうなんですよ。お洋服のね、今日立石さん本当にこうシャツにね、カーディガンとか、うん、そういうそのスタイリングとかにはすごく僕はあの、合うんじゃないかなって合うな、そう思います。欲しくなってちょっと顔が黙って、あ、うるさい、ちょっと綺麗めなファッションで真冬にこれ1個持ったら、はい、めちゃかっこいいと思うんですよ。 あえてちゃんとちょっと固めに革靴履いて、うんうんうん、これってなるとかっこいい、結構いいっすよね。もうかっこいい、うん、いや、話聞いただけでもかっこいいっすね。もうね、これ買うな、買うなこれ買うな、買うな。まあ、リネンってすごくやっぱりこう軽量でって皆さん思われがちじゃないですか、うんうん、ちょっと程よくウェット感ありませんか。あ、そう、うん、その軽すぎないのも、うん、重くはないんですよ。重くはないです、重くはないですけど、うん、
このね、適度な存在感っていうのがやっぱすごくいい。あ、僕これ結構大事だと思います、うん、まあ、軽いものってやっぱ正義みたいになってますけど、そうそうそう、でこのウェイト感があるからこそ長く使えるっていう裏付けになるんで、うん、いや本当にそう、ね、それぞれのライフスタイルとかご用途に合わせて、うん、ね、こちらのサイズ感は選んでいただいて、もちろんそれぞれ色違いありますね。あります、まあ、黒と白のね、はい、色で。もう全然印象変わってくるので、その辺ももしよかったら店頭で、まあ、見ていただいて、はい、ご検討していただければなって感じです、はい、思います。次はい、次が、はい、じゃん、これはロールショルダーです。ロールショルダー、はい、ロール、ロールって、まあ、なんでロールやねんと思うかもしれないですけど、はい、こうで、はい、ぐるぐるぐるワクワクさんみたいです。こう巻いてここでなじましてあげる、はい、はい、はい、これだけです。あ、もう巻き巻きするだけで、うん、で、はい、でなるほど、うん、じゃあもうぐるぐる巻いていただくとこういうちょっとルックになる感じ、うん、そうですそうです。こうやってあ、ぐるっといけるんですね。で、またあ、またぐるっといけるんですね、はい、あ、そう、これね、まあ、要は昔のニュースペーパーバッグのディテールをこう作ってて、いわゆるちょっと隠しバスナーみたいなので、なるほどね、開くんですよ、はいはい、ここからお財布とか出せます。あ、なるほど、すぐこうやってピュッで出せるように現代的に使いやすく、うん、ファスナーを設けてるっていうところっていう感じよね。これサイズが、これが大きいサイズ、これで A4 入ります。あ、入ります。ちっちゃい方が今ちょっとないんですけど、ちょっとないんです。ちっちゃい方もギリ A4 が入る、はい、あ、ギリ A4 が OK ですね、うん、まあそれよりちょっとワンサイズ小さい冊子が入るぐらいのサイズってイメージで、うん、そうですね、思っていただいてたらいいのかな。ショルダーだけじゃなくて、はい、ここです。これは嬉しい。これはね、いや、だからこれ完璧じゃないですか。そう、パチッと。大さん、僕何ですか、感動しました。感動いただきました。ついてるじゃないですか、これ感動ディティール。いや、これはめちゃくちゃいいじゃないですか。先ほどのツールバッグタイプに比べると、うん、よりさらっとさらっとシンプルなんで、うん、よりそのヘリンボーンの生地感も際立つので、うん、まあ、これこっち好きな人もちろん多いかなと思いますね。いいですよね。ここで調整してギュッとギュッといけるわけですね、うん、あー、なかなかいいですね。中のポケットがこちらですね、はい、スマホが横に入る、スマホ横に入るぐらいのサイズのポケット、はい、うん、でファスナー、隠しファスナーですね、まあ、隠すっていう意味で、うんうんうん、目立たないようにこうつけてるファスナーのディティールで、ぱっと見全然わかんないですので、なんでジップのいわゆるその部分が出てないので、うん、綺麗ですよね。繊細なすごく作りでですね。で、引き手のこのカラーもね、同色に揃えてるんで、自分たちが欲しくなってますね、これは。まあ、だいたいいつも、だいたいいつもです。そうなんですけど、特別なね、うん、サフィラン、サフィラン社の、糸から、うん、こういうヘリンボーンにして、して、まあ、なんか消化するってこういうことなのかなって。そうなんですけど、長年愛されるような形でカバンが作れたっていうところで、これは新定番、匂いがしますね。本当に毎回思うんですけど、はい、締めの時にめっちゃいいこと言う、はいはい、俺が聞き入るぐらいおーおーおーで、まあ、毎度のお願いにはなるんですけれども、はい、今回の投稿を見ていいなと思ってくれた方や楽しんでいただけた方は高評価ボタンと、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。はい、します。感謝。 Thanks。